中京エリアの皆さんにも見てもらうことになりました。だけどもですね、はいはいはい、中京エリアはもちろん、まだまだね、お前らの知名度も低いからね。まあね、ということでですね、はいはい、今日は俺がお前らを紹介するプロフィールを作ってやってきたばーい。題して AKB48 のためのフリー百科事典エケペディア。どんどん見ていこう。エケペディア俺作ってきてやったから。 AKB48 とは2005年に誕生した非常に人数の多い質より量の女性アイドルグループであり、その名の通り A 明るくて可愛くてカバーもいる。いや、メンバーの中に琴欧州と同級生が2人いますから、初めて会った人に琴欧州って言われてすごいがっかりする気持ち分かりますか？いや、視聴者がもっとがっかりしそうだ。琴欧州と同級生みたい。いや、さあ、また AKB とは自分たちのことを指す素敵なグループ名だと思い込んでいるが、実はすでに AKB と呼ばれる様々な集団が存在していることを知らない。あるんだ。知らないろ。まずこちら、ブルガリアのプロサッカーチームにはAKB ミニョールというチームがあるし、かぶっとる、実際にあるんです。そして AKB48 が誕生する3年前からAKB というバンドがあり、いかんやんこれ。その中のボーカルは現在でもアクビーという名前で活動している。こちらアクビーさんです。皆さん、これは AKB じゃなくてアクビーさんです。だから今度からお前らもアクビー48でしたら。また1980年代後半から1990年代前半の西武ライオンズの黄金時代を支えたクリーンナップ、秋山浩二、清原和博、バークレオ、AKB4 として出しまれた、出しまれたんです。わかんないんじゃないよお前。お前親しまれとったよ。そうよ、知らんやろお前。お父さん世代は言うんですか、 AKB4 AKB4 って言いますよ。そうなの。そうです。だから AKB に入るって言った時ちょっとお父さんがびっくりしたと思う。そうよ。また本人たちは自分たちのことを美少女アイドルグループだと思い込んでいるが、実際はそうでもない。証拠見したのかお前。スタジオにはたまにアントニオ猪木が出没する。アントニオ猪木、証拠写真こちら。はい、アントニオ猪木。猪木さんでしょうが。アイドルがここまで顎出す、あそこまでしゃくれますか。じゃあ、はい、そうですね。それだけじゃないよ。続いてスタジオで奥歯に挟まった収録弁当を必死で撮っているやつもいる。こちら、あ、すごい、収録弁当のなんかひじきあたりが引っかかったら違うか。なあ、あとこいつスタジオで UFO を呼んでるやつもおる。放心中やないか。あなあな、いつ放心頼むよ、ほんとしっかりして。はい、さらにこの国民的美少女アイドルグループには変な特技を持ったやつがたくさんいる。アンケートを取ったの覚えとるか。こういうアンケートを取ったの覚えとるか。懐かしい。以前自分の特技をアンケートで回答、アイドルグループとは思えないその変な特技の数々をどうぞ。はい、こちら佐藤夏希。佐藤夏希の特技は永遠にサラダを食べていられるんだ。さあ佐藤夏希、ということで、サラダをいっぱいいっぱい食べてもらいましょう。はい、どうぞ。まずはお笑い担当佐藤夏希がわんこそばならぬわんこサラダに挑戦。よーい、スタート。はい、食べて、永遠に食べてください。はい、どん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 、ペース遅いよ、ペース遅いよ、これどんどん来るよ、どんどん来るよ、どんどん来るよ、ほらまだ待って、まだどんどん行くから。佐藤夏希には番組が終わるまで今日ずっとこれ、はい、じゃあ続いていきましょう。続いてこの人、峯岸みなみ。峯岸みなみの特技は早口言葉である。あ、
はい。続いて生意気盛りの15歳、峯岸みなみがこんな早口言葉を。今日は特別に清田さんが考えたね、はい、早口言葉を用意しましたんで、はい、こちら、ダサダササタ。はい、言ってみ。これダサダササタ、はい、これを5回連続で言ってください。いいですか。はい、あの峯岸に言ってもらうからお前ら黙っとって。よーい、スタート。ダサダササタ。おい、感情欲しいよ。ダサダササタって早口言葉でも何でもねえやねん。やれ、ちゃんと。いくぞ、スタート。ダサダササタ、ダサダササタ、ダサダササタ、ダサダサタ、ダサダササタ。おー、いやー、アウト。でもやっぱちょっと言い慣れた感じが出とったね。すごい、入りやすい。感情が入りやすかった。やかましい、それは感情が入りやすかった。さあ、続いていくよ。どんどんいくよ、特技。この人、篠原さん。篠原さんの特技はエアオカリナである。エアオカリナって何ですか。なんかオカリナが、はい、なくなっちゃったから、うん、エアーでやったの。エアーで やれたよね。あ、じゃあちょっととりあえずじゃあやってみよう、篠原さん。ちょっとMC のサタも一押しの篠田麻里子、どうか温かい目で見てください。エアーオカリナです、どうぞ。自分から書きに行ったよ。さあ、行くよ。さあ、行くぞ。続いてはこの人、お秋元才加の特技は尾崎豊のモノマネである。これも怖いな。大丈夫。尾崎豊のモノマネやったことあんの。これみんなに、うん、メールで、うん、ムービーで送りつけてたんですよ。え、見たことあるわけ、みんなムービーを。とメンバーも迷惑したという秋元才加のモノマネ、その衝撃の芸とは。尾崎豊のモノマネです、どうぞ。ちょっとね、篠田さんのエアオカリナ聞きたくなってきたな。エアオカリナスタート。じゃあこれで歌え、これで歌え。行くぞ、続いての特技、この人です。前田敦子。前田敦子の特技は小さい数が折れるである。どういうこと。多分手先を器用だよっていうのを多分アピールして。なるほど。どれぐらい小さいか、それ一回ちょっと見せてもらおうじゃん。これ女優としても活躍中の前田敦子、ドラマでは絶対に見せない特技とは。言ったら紙吹雪ぐらいや。そうです。これで折れるわけ、鶴が。はい。ちょっとそれではいきましょう。よーい、スタート。どういう感じでやるの、それ。すごい、ね、これもうそれそっから、そっから鶴折れるわけじゃん。折れますよ。折り紙自体得意。いや、鶴しか折れない。どんだけちっちゃくても折れるわけ。いや、これが限度です。いや、すごいけど、ものすごい地味ですね、前田さんね、これね。じゃあ前田、まだ時間かかる。わかります。ちょっとあの、こっち映ってからやってもらおうかな。こっち。ありがとう、ありがとう、前田。ものすごい地味な作業やね。できたら教えてな。さあ行こう、続いていきましょう。この人です、渡辺真由。渡辺真由の特技はこちら、穴子さんが8秒でかけるである。やばい、
さんに囲む穴子さんを8秒で描きました。なんでまた穴子さんを描こうと思ったの？なんか一つだけ得意な絵が欲しくて、穴子さんが思い浮かんだんで、穴子さんを描いたら簡単だったんで、穴子さんを8秒で描くことにしました。珍しいよね。どっちかったらサザエさんで言うとね、まあ、波平さんとか、ね、サザエさんとかこうパッと浮かぶんだけど、穴子さんが思い浮かんだ。穴子さんです。天然系不思議少女渡辺真由のこの特技結構すごいんです。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8終了。あちらのカメラに向かって出してください、はい、どうぞ。じゃん。おさあ、そしてですね、続いていきましょう。高橋みなみ、はいはい、高橋みなみの特技は他人の絵を真似して描けるである。じゃあ渡辺、もう一回描いてもらうよ。もう一回、もう一回。じゃあそれを描きながらお前は描くわけね。他人の絵を真似して描けるわけやろ。あ、なんか眉毛の描いてるのを真似して描くんですか。そりゃそうやろ、自分で描いてる。何じゃ、何じゃ。さあ、歌とダンスが得意な高橋みなみ、しかし絵の実力は。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 終了。2人が描いた絵はこちらでございます。どうぞ。どう、なんとなく、いや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 、ひどいよこれ。8秒じゃやっぱ無理か。あ、でもまあおっさんみたいな声出したんだけど。これ無理よね。特徴掴んでますよ、なんか。いや、掴んでない、掴んでない。もう渡辺は、はい、採用でございます。はい、すいません。そろそろこっちに移した方がいいと思いますよ。と、ここで前半からずっとサラダを食べている佐藤夏樹の途中経過。ちょっとペースがだいぶ落ちてきとるけども。今何倍これ、ちなみに。10個ずつ。10、20、30、33倍。すごい。しかしここで、なんで永遠パクってやれるんでしょ。あ、ちょっと俺かぶったら、もう大丈夫大丈夫、そっちに行く、大丈夫、そっちに行く。ごめんなさい、行きました。前だ、できた、前できた。おお、すごい、すごいよ。なんで前田はこれを作ろうってこう思いついたわけ。紙吹雪がこう落ちてるのを劇場が終わった後に拾ってちょっと隅でやってみたらできた。うわー、エピソードもかわいい。なんでじゃあ夏希はサラダを永遠に食べれるっていう特技が思いついたかな。そういうところが多分違うんでしょうね。そう、カメラのテープもったいないけど、地味やけども。なるほど、まあ特技すごいすごいすごい。はい、続いていきましょう。こちら、大森めぐみ、クソババアの特技は牛乳石鹸を歌いながら一発芸をするのである。どういうことこれ、どういうことこれ。お前さ、もうそういうところがもうリアクションがババアなんよ。なんで笑う時にこう口をこう隠すの。 AKB の最年長、クソババアこと大堀めぐみの一発芸とは。スタート。1 2 1 2 3、牛乳石鹸、良い石鹸、ありがとうございます。牛乳石鹸からクレーム来るよ。やばいよ。何なんですか、あなた。この世界で生きていくためには、何か、一つ芸を なんかなければ困ってしまうと思って編み出したのがこれだった。それ戦後間もなくのストリッパーの芸。篠田さんのエアオカリナ聞きたくなってきたな。スタート。曲で来るんだよ。篠田さん、なんでなんで。もう座ってするようになって。あら、待て待て待て。と、全員がエアオカリナリレーで滑っていく中、最後、笑いの神が舞い降りる。高齢アイドル大堀めしべ25歳、ソロデビューへの道。平均年齢 17.4 歳の AKB48 の中で最年長25歳の大堀、夢だったアイドルにはなったものの、
彼女の立ち位置は最も目立たないとされる3列目の一番左端。さらに握手会でも他のメンバーがファンに囲まれる中、大堀の前にはゼロ。負け組のアイドル人生を送っていた。しかしそれでもめげず、何事にも必死になって頑張る彼女を神は見捨てていなかった。その大堀のソロデビューさせようと。なんと突然のソロデビュー決定。しかし彼女を奮い立たせるため、秋元プロデューサーから出された条件、それは そんな崖っぷちの中、ソロデビュー曲「甘い股関節」の発売が刻一刻と近づいてきた。果たして大堀めしべの運命は。9月某日、大堀が訪れた場所、そこは そう、今日は甘い股関節の PV 撮影。その舞台がここ、キャバクラ。すごい。設定は売れないキャバクラ嬢大堀めしべの物語。はい。早速打ち合わせに入る大堀。すると、突然現れたメンバーたち。一体なぜ？甘い股関節よ。手伝いに来ました。え？あの一万枚ね。ために朝から頑張って。実は以前スタジオで大島はこんなことを。でももう協力したいです。そこで今回、大堀に内緒でメンバーたちに声をかけ、撮影の手伝いに来てくれたのです。さらに大島舞も仕事終わりで参加。心強い。びっくりして、やっぱ AKB っていいなと思って本当嬉しいと思って。そこで急遽絵コンテを変更、役が割り振られた。ということで、よろしくお願いします。似合ってますか？お水にいますか？お待たせしました。お願いします。なんと同僚のキャバクラ嬢として出演することに。アイドルから四路長へと大変身。すごいですよね、本当。でもなんか好きな紫の色なので、なんかもう下着が丸見えだったりとか、すごいなと思って。そしてついに撮影がスタート。みんな初めてのキャバクラ嬢役ですが、なかなか様になっています。親子みたいになってね。ゆうこがかわいい。かわいい、めっちゃかわいい。いる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 。そして日が変わった頃に無事終了。ありがとう。勝負股関節よ。これから股関節最後の股関節よ。嬉しかったですよ、本当に。パワーくれるなって思いますよね。なんかやっぱメンバーっていいなって本当に改めて本当に思います。メンバーとの絆を改めて実感した大堀。友情が生んだ最高のプロモーションビデオは CD に特典映像としてついてきます。それでは今回その一部を紹介しながら、甘い股関節を聞いてもらいましょう。I'm not afraid.
この後 AKB 最新情報。大好き。今月22日に発売される AKB48 の待望の新曲「大声ダイヤモンド」が現在予約受付中。今回その CD ジャケットを本邦初公開。一体この子は誰？詳細は近日。今月5日公演がスタートする SKE48 ファーストステージパーティーが始まるよの選抜メンバー16人がこちら。名古屋サンシャインスタジオにて毎週末公演を行います。詳しくは公式ホームページで。前田敦子が出演している映画ラス少年期が今週土曜日からロードショー。戦後の日本を舞台にした感動作品。初日には舞台挨拶に登場。当日券もあります。図書室にまだ用があるから。さらに小野エレナファースト写真集が来週金曜日に発売。タイトルはエレナ14歳の夏。今しか見られないちょっぴり大人なエレピョンに注目です。どこ行くの？この後スタジオ大波乱。一体何が？あっちゃんない。大好き。大声で叫べばダイヤモンドになる。ニューマキシシングル「大声ダイヤモンド」10月22日オンセール。次週スタジオにとんでもないキャラが続々登場。さらにスタジオでトラブル続出。アイドル番組を超えた AK ビンゴ、次回もお楽しみに。この番組はプロダクトトラウトスポンサーの提供でお送りしました。